では今日のコーナー参ります。コーヒー遊楽、県内の素敵な喫茶店やカフェを巡ります。今回は本宮市のブレンドにこだわるお店です。君の瞳に万歳。さあ今回お話を聞くのは柳原コーヒー店の柳原邦夫さんです。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。素敵な店内ですね、雰囲気がもう。はい、まあ一生懸命考えてね、なんかよそにないような形を作りたかったんですけど、はい、でももう17年になりますんで、だいぶ古くはなってきたんですけどもね、普通にコーヒーを飲んでいただく喫茶部、名前が違いましてですね、はい、豆を販売してる方は柳原コーヒー豆店というごくありふれた名前なんですけども、喫茶メリービーンという、かわいい豆っていう意味なんですけども、コーヒー豆を使った名前で喫茶の方は営業してます。あえて一つのお店で二つの名前をつけたというのはどういう意味合いなんですか？まあ、最初はそのコーヒー豆を売るだけの、と考えてたんですけども、まあ飲んでみたいっていう方もいらっしゃいますんで、それだったらこの店を作る時にね、喫茶になるような飲めるような場所を作ろうということで、はい、この豆から始まったということあって豆の種類もたくさんありますね。どのくらいあるんですか？今24種類ぐらいうちで仕入れて、キリがないほど世界中で、豆って、作られてまして、はい、どれとどれをこう合わせれば、美味しくなるかっていう、このブレンド、オリジナルのブレンドコーヒーっていうのが私の自慢でして、はい、いろいろして結構楽しんではいます。はい、オリジナルのブレンドをはじめ世界各国の厳選した豆どれもおすすめだとは思うんですけれども、はい、今日私一杯いただくとしたらいかがですか？4種類の豆をブレンドした、はい、私自分の名前をつけたこのニューブレンド国を、これがブラジルとパプアニューギニアとガテマラとコロンビアの4種類を、まあ、配合は企業秘密なんですが、絶妙の配合で、そこはもう職人ですからね。おかげさまで大変人気です。はい、その国尾の名前を背負った一杯、国尾さん、はい、お願いします。わ、はい、かりました。ちょっとおかけになってお待ちください。ね。こんにちは。これがブレンドです。ありがとうございます。国王ブレンドです。はい。じゃあどうぞ。では国王さんいただきます。はい。これ4種類の豆をブレンドしてありますんで、確か4種類の味がすると思うんですが。うん、すっきり飲みやすいんですけれども、今4種類とおっしゃったように、はい、なんか細かくは分からないですけれども、いろんな味が口の中に入ってくる、なんかそんなイメージがあります。はい、イメージ的にはそのコーヒーの持ってる甘さとか、はい、苦さ、それと酸味、そういうものが一つのコーヒーで味わえるようなブレンドというイメージで作ったんですけども、はい、なんだろう、この匂い、そう言われて飲むとそうですよね。はい、香りを
嗅いだ時、口に入れた時、はい、またゴクンと飲んだ時で、うん、またちょっとなんか味の表情っていうのが違うなっていう印象です。すっきりしてて飲みやすいですね。口当たりも柔らかい、はい、まあ、優しい、中にもコクがあるという、うん、はい、4つの味が、うん、この中に隠されてまして。自家焙煎どうですか、始めてみて奥の深さとか。ある時突然そのうんと焼きすぎてしまった、はい、もう今にも火がつきそうなぐらい焼いたやつがお客様に好評で、お、はい、それでブレンドを作って今売ってますけども、まあ、好みも十人十色なので、はい、まあ、苦いのが好きな方もいれば爽やかなのも好きなの方もいると。そうですね、はい、見渡していくとあれはもう古関裕二さん、なんかゆかりかなんかあるんですか。まあ、私のおじが古関さんの友達だったということで、もう一つついでにはい、紹介しますけども、はい、うちの親父が昭和の初期に東京上野で開いたカフェ、の写真なんです。で、多分ここにその古関さんたちもまだ若い頃ね、はい、うん、遊びに来たんじゃないかなっていう。私のこの店の目的が、うん、なるべく大勢の方にコーヒー文化を、うん、コーヒーを味わってもらいたいっていう、気軽に味わってもらいたいっていうのが私の目標でございますので、はい、うん、この爽やかな飲みやすいコーヒーからも伝わってきました。はい、今日は素敵な一杯ありがとうございました。とんでもないです、ありがとうございました。喫茶、そしてコーヒー豆の販売、2つの表情を持つお店でした。名前を冠した国尾ブレンドいただいたんですが、いろいろな味が口の中で楽しめて、とても新感覚で美味しかったですよ。行くたびにこだわったオリジナルのブレンドを味わうことができます。そんな今日は本宮市柳原コーヒー豆店喫茶メリービーンの素敵な一杯お伝えしました。ここまでコーヒー有楽でした。